ルマジロ640を使って、検査からのデータ収集、グラフ表示を行います。今回のデモは、ノードレッドを使ってノーコードで作成しています。最低限のコマンド入力は必要になりますが、あまりソフトウェア開発に知見のないユーザー様でも実践できるものとなっています。また、機構成についても、市販品のみで構成しておりますので、簡単に構成を再現してお試しいただけるものとなっています。市販の温湿度センサーから有線でデータを読み出し、読み出したデータからリアルタイムにグラフを生成・表示しています。アルマジロ640に LCD などを接続して、グラフを直接表示することも可能ですが、今回はアルマジロ640を Web サーバーとして機能させ、そのサーバーにアクセスした機器の Web ブラウザ上にグラフを表示させています。機器の構成、接続について説明します。必要な機器は次の通りです。アルマジロ640開発セット一式、モドバス通信でデータ読み出し可能な機器。今回は市販の温湿度センサーを使用しています。また、このセンサーへの電源供給のために DC12 プロ除湿力の電源装置を接続しています。アルマジロ640のインターフェースに接続可能な通信変換機器。今回は市販の USB-RS485 変換アダプターを使用しています。SD カード、インストールディスクとして使用します。内部のデータが消去されても問題のない SD カードをご用意ください。イーサネットケーブル、ルーター、もしくはイーサネットハブ。インターネットにつながっていて、イーサネットケーブルでアルマジロと接続可能なものである必要があります。アルマジロ640には、直接 RS485 に接続可能なインターフェースが備わっておりません。安定して量産運用を行う際には、UART と RS485 の変換 IC や端子台などを実装した基板を作成し、上インターフェースに接続するのが望ましいです。今回は、検証のため、市販の USB-RS485 変換アダプターを使用しています。各機器、それぞれの具体的な接続については、この図を参考にしてください。機器の準備が完了したら、実際に機器を操作して設定を行っていきます。まず、アルマジロ640と PC とを接続して、コンソールから操作可能な状態にしてください。初めてアルマジロ640の操作を行われる場合は、このアルマジロ640開発キットセミナーの動画を参考にセッティングを行ってください。また、アルマジロ640は当社から出荷する際に OS が書き込まれているため、すぐに電源を投入して使用することができますが、設定などを行う前にインストールディスクを使って最新の OS を書き込んでおくことをお勧めいたします。最新のソフトをインストールするためのインストールディスクイメージファイルは当社のウェブページからダウンロードできます。インストールディスクイメージを使って SD カードをインストールディスクにする方法はマニュアルをご参考ください。マニュアルではアルマジロの開発環境である ATDE を使ってインストールディスクを作成する方法をご紹介していますが、ATDE を用意することが難しい場合は Windows 上でインストールディスクを作成する方法をブログでご紹介していますので、ご参考ください。アルマジロ640が操作可能な状態になったら、アルマジロ640に電源を投入します。アルマジロ640を起動し、ログインしたら、アルマジロ640がインターネットに接続できているかを確認します。IP アドレスの設定などが必要な場合は、マニュアルを参考に設定してください。ピンコマンドを実行して、ネットワークの導通を確認してください。ピンコマンドの実行と確認については、マニュアルに記載がありますので、ご参考ください。インターネットとの接続を確認する場合は、対象の IP アドレスを 8.8.8.8 とするのが良いです。ネットワークの導通が取れていない場合は、経路やネットワーク設定を再度確認してください。この後使用することになるので、このタイミングで、アルマジロ640の IP アドレスを確認しておいてください。IP アドレスコマンドを実行すると、このように IP アドレスが表示されます。インターネットに接続できていることが確認できたら、必要なソフトウェアのインストールや設定を行います。一括で実行できるように、スクリプトファイルを用意しましたので、こちらをダウンロードしてご使用ください。ダブルゲットコマンドで必要なファイルをダウンロードし、chmod コマンドで権限を設定して実行します。
スクリプトの実行が完了するまで、ネットワーク環境にもよりますが、30分程度かかります。コマンド入力が可能になるまでお待ちください。このような表示になったら、スクリプトの実行が完了しています。スクリプトの実行が完了したら、アルマジロ640と同じネットワークに接続している PC から、アルマジロ640の IP アドレスの1880番ポートへアクセスしてください。正常に設定が完了していれば、以下のようなノードレッドのフロー画面が表示されます。表示されない場合は、IP アドレスが間違っていないかを確認してください。IP アドレスが正しい場合、PC からアルマジロの IP アドレスに対してピンコマンドを実行し、PC とアルマジロの間のネットワークが繋がっているかを確認してください。詳細な手順などは、使用している OS などによって異なるかと思いますので、ユーザー様自身に検索願います。ネットワークが繋がっていれば、数分待って、もう一度アクセスしてみてください。それでも表示されない場合は、設定に失敗している可能性がありますので、再度設定を見直してみてください。設定用のコマンドを1行ずつ実行して、レスポンスを確認してみてください。アルマジロ640の IP アドレスの1880番ポートの後に、/UI と入力した URL にアクセスすると、グラフなどが表示されます。グラフは自動的に更新されます。全く表示が変わらない場合は、CL 通信が正常に行えていない可能性がありますので、回線や通信対象の機器が正常に動作しているかなどを確認してください。ノードレッドは、複数のノードを配置して、それらをつなげることでフローを形成し、機能が実装されます。このフローでは、起点として、モドバス通信でデータ読み出しを行う、モドバスリードノードが設置されています。このノードが取得したデータを、ファンクションノードで処理して、グラフ表示のためのノードや、CSV ファイル保存のためのノードに移しています。それぞれのノードの設定について、より詳細に説明します。モドバスリードノードでは、CL 通信に使用するポート、CL 通信速度、通信対象機器のアドレス、送信するコマンド、コマンドの対象となるアドレス、コマンドの対象サイズ、通信間隔などを設定しています。これらの設定は通信対象の機器ごとに異なりますが、今回はデモに使用した音質センサーに合わせて設定しています。この設定通りに CL 通信を行い、レスポンスがあれば取得したデータを配列として次のノードに渡します。ファンクションノードでは、モドバスリードノードから渡された配列から必要なデータを取り出して処理しています。グラフ表示のためのノードにつながっているノードでは、桁数の調整を行って次のノードに渡しています。CSV ファイル保存のためのノードにつながっているノードでは、現在日時を取得し、それぞれ日時、気温、湿度の別名を出して、端末キーを並べて次のノードに渡しています。グラフ表示のためのノードでは、それぞれ項目名や単位、表示範囲などの設定を行っています。今回はデフォルトのままですが、各項目の配置の調整もノードレッド上で編集することが可能です。CSV ノードでは、受け取ったデータを CSV に出力する形式に変換して、ファイルノードに出力しています。ファイルノードでは、受け取ったデータを指定のファイルに出力します。これらのノードは、今回のデモに合わせて設定していますが、設定の変更なども簡単に行えるようになっていますので、機器の構成やデータの取り扱いなど、それぞれの環境に合わせて自由にカスタマイズしてご使用ください。